ちょっと体温は低くなって眩しくなってきましたけども、最後までいいレースをやっていただければと思います。会場の皆さん、これ最後のレースです。しかも本日の最高峰のクラスの一番速いクラスです。このレースを今回初めてご覧になる方、世の中にはこんなレースがあるんだということをですね、お家に帰って皆さんに伝えていただければと思います。これがプロフェッショナルの走りです。ご注目ください。じゃあ林くんお願いします。はい、了解いたしました。本日最後のレースとなります、ストックカークラス A メインファイナル、スタートいたします。オンザポン、2番手佐藤選手、月野選手、野口選手、内藤選手と周回しております。さあ羽根選手は2周目経過ですね。1位との差が 0.2 秒。さあここでハーフスピン続出といったところ、3周目も羽根選手がリード。さあここで2番手野口選手が入れ替わる。3番手に佐藤選手、内藤下原、次の藤原、大藤、諸橋、佐々木という順でレースオーダー繰り広げられております。さあ時間は45秒経過。トップは羽根選手、依然変わらず。2番手野口選手の差をちょっと見てみましょう。1秒81と若干広がっている模様。さあトップはどこでしょう。今継続ラインを通過、オレンジですね、オレンジベースのマシン、今と、バックストレート走行中。3ターンから4ターンにかけて走行してくれます。さあ3ターンの上ですね、3ターンの上マシンが止まっていきます、降りておりますね。さあ2位が入れ替わっているようですね。内藤選手が2番手になっております。下原選手、月野選手で、野口選手は5番手まで落ちております。さあ下原選手の2番手が、今バックストレートから第3ターンを走行している。そんな中トップは今バックストレートを走行、3ターンと4ターンで、2台のバックマーカーがおりますね。2台のバックマーカーが、おります。さあここをよく見ている、よく見ている、ポールポジションの羽根選手、綺麗に、バックマーカーを処理していくといった感じ。さあ今1分45秒経過、残りが2分15秒、残り2分15秒。さあトップの羽根選手はただいま12周をクリア、かなりのラインを、見極めて走行しておりますね。さらに2台のバックマーカーを抜いている感じ。さあ13周ですね、下原選手の差が4秒、約5秒ですね、約5秒となっております。さあトップは羽根選手、2番手下原選手、3番手月野選手、以降は藤原、内藤、笹、大藤、佐々木、野口、諸橋の順でレースが進んでおります。さあ残りは、約2分40秒、残りは1分40秒ですね、残りは1分40秒。トップは羽根選手、2番手下原選手、3番手、月野選手も、進んでおります。さあトップは今第4ターンから計測ラインですね、走行しております。さあ2位との差がかなり広がっていますね。1位と2位の差がかなり広がっている。さあ下原選手が、下がっておりますね。2番手に月野選手、3番手藤原選手が上がってきている。羽根月野藤原の順でレースが、繰り広げられておりますが、ほぼ全車一周ですね、ほぼ全車一周をラップしております。驚異的な速さを出した羽根選手が今第3ターンから第4ターン、そして今計測ラインに戻ってきております。残り時間が40秒、残り時間40秒で1位と2位の差が1周以上開いている形。もう誰か止めることはできないのかといったところ、もう、我が道を行っている V2 に王手をかけているのが羽根選手といったところ、そこを各ドライバーがどうやって攻略これからできるのか。残り時間が30秒切っております。残り時間あと20秒、残り時間20秒。さあトップの羽根選手は今計測ラインから第1ターン第2ターンですね、フロントがオレンジベースのマシン、こちらがトップを走行する羽根選手となっております。さあ残り時間は10秒切りました、10秒切りました。これであと1周はいきますね、羽根選手、第3ターンから第4ターンでラストラップになりそうですね、ラストラップとなります。さあここで時間は4分を経過、トップの羽根選手は3ターンから4ターン、そしてヤマヘがまずフラッグを振られてゴール。全車ゴール。
テンション高い、テンション高い。RC ワールドプレゼンワールドドローム2009ポッカークラス A メインファイナル見事制したのはカーナンバー1番羽根選手。さあ、じゃあ羽根選手、ウィニングランだね。まずはね、ウィニングラン、ゆっくりウィニングランしてください。さあ羽根選手、さあウィニングランが始まりました。お、右回りウィニングランですか。みんなで拍手お願いします。かっこいいね、バンクの最上段。これは、今年のストッカー A メイン優勝した車です。皆さん、うわ、すごいレースだった。ぶつかってもおかしくないシーンがいくつもあったのに、それを巧みに分けたのが非常に、この車は右には回らないようでしたもんね。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、もうちょっと喉が渇いて、もうなんかカビカビで、すいません、ね、あんま喋らなくて。じゃあ、表彰式の時にまた一言伺います。おめでとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ林くんお願いします。はい、ありがとうございます。